私がですね、ついに買ってしまいましたロンドンタクシー。第三京浜のですね、コークインター降りたところにあります MAJ コレクションなんですが、ここにですね、もう一台、私は買いませんよ、もう買っちゃってるからね、もう一台気になる車、こちらです。マイティーボーイ2人乗りのピックアップ。もう僕実はね、サニトラに乗ってたんですよ。所ジョージさんに勧められて、買ったらどうっていうふうに言われて買いました。あれも良かったんですけども、あれからちょっとね、また時代が違うんですけども、それはね、この MAJ コレクションに置いてあったんです。絶滅危惧ですよ、見たことないマイティーボーイ。もうこびてますよね、少年に売ろうとしてるんですから、当時のこびてるんですけどね。まあこれ詳しいのはですね、実は MAJ のですね、お兄さん、石丸ブラザースの兄貴、お願いします。お兄さん、よろしくお願いします。お兄さん、ジャガー乗ってますよね。はい、ヘトヘトのジャガー、ヘトヘトの中古ジャガーを6年乗ってます、うん、そうなんですよ。古いジャガーを長く乗ってる人に悪い人はいません。普通みんなしんどいからみんな諦めたんですけどね。これちょっとマイティーボーイ紹介してください。これは昭和62年式になります、うん、はい。62年って今から何年前、33年前、はい、はいはい。でまあ、見ての通りのスタイルなんですけど、うん、マニュアル車が多い中、うん、希少なオートマ車。あ、そう、はい、どれ、この当時のオートマってのはどうなんですか。走りますよ。走る、あ、そう、動きます。動くね、移動できるレベル。そうですね、はい、ただこれ見て、期待はしないでください。格好、ほら、見たことないでしょ、こんなの。二度と出ない。本当にだからこれね、例えば、まあ、うちの番組でも紹介したトヨタのね、ヨタ8、不思議な車あるじゃないですか。それなんかと一緒ですよね。なかなかこういう車っていうのはもうね、今はほら、コンピューターかなんかでいろいろやっちゃってデータとかやるんですけど、この頃はデザイナーがですね、自分の情熱をかけて、これは楽しいだろうと、そういうものを作ってたと思うんですけど、あとどの辺ですか、ちょっと見どころ教えてください。これも確かオプション品で、ついてる車とついてない車がありますね。あ、このバーがですか。バーですね、はい、これやっぱりそそりますよね。これついてるのがなんか現存する車、だいたいこうフロアが腐っちゃってるんですけど、この辺がね、うんうん、はい、とっても状態がいいよ。状態いい、はい、ね、はい、あとはあとは何でしょう。お兄さんあれですね、おとぞえさんよりも無口ですよね。割と僕無口です。言葉がね、説明になると短くなるんです。ものすごく本当は詳しいんですよ。ちょっと今日今上がっております。ね、あ、これね、はい、はい、最大積載量は200キロ。200キロ、結構結構乗せられますね。ね、はい、これ何乗せればいいんですか。これモートコンポ、はい、モートコンポはホンダだからね。皆さん知ってますか、モートコンポって。ホンダのバイク店では買えないんですよ、これ。車を売ってるシティを買うとオプションとして買えたんです。そうなんで、これがね、これだけで売ってくれっていうのは買えなかった。もうこれだってない、今もう見ない。これちょっとね、畳んでください。これね、どういうことかというと、ほら、これはもうほら、ほら、これ今ね、それこそホンダのモンキーなんかと一緒で、もう高値ですよね。高値です。これがそうですよね。そう、これモトコンボのも M です。 M ですよ。ほら、こうなるんですよ。でこれをこのまま、ほら、重いですけどね。重いけども、これを乗せることができる。乗せてみようか。結構重いんですよ。兄弟仲いいですよね。入った。でこれね、これだったらちゃんとね、ゴムで止めればね、これかっこいい。ほら、もうこれだけでおしゃれですね、こうしてみると。この元コンポ、まず見ないですよ、これ。これだけだってね、今ね、そうだな、40、50万してますか。すごい綺麗なのだと40、50万するんですけど、はい、大体このレベルで25万ぐらい、はい、どんどん上がってます、ね、そうですよね、はい、僕はね、これね、運転したことあるんですけども、運転しにくいけどもかっこいい、あと楽しい。時代の中でホンダってすごいなと思うのは、こういうものを作ってた、ハッピーな時代ですよね。垢抜けてるよね。ただね、場合によってはこれを売ってくれる可能性もあるんです。わかりませんけど。ある？これね、5台あるんです。お、5台あるんだったら売ってくれますよね。え、非売品なんです。あ、非売品だ。さあ、そしてこれほら見てくださいよ。あとこれ黒がいいね。黒珍しいです、ね、黒珍しいですよ、はい、この辺のなんか流れがさ、初代ゴルフみたいですよ。カチカチっとした感じが。これが丸めだったら初代ゴルフっぽいですよ。当時はこの辺の匂いが流行ったんでしょうね。革命と丸めがありまして、革命の方が後期になるんですけど、
あ、そうなんですか。初代は丸目です。あ、丸目よかったよね。はい、はい、そうなんだ。ここ最近で僕が見て面白いなと思ったのは、これを箱スカグリル、箱スカグリルしてる、箱スカグリルを売ってましたね。あ、そうなんだ。ヤフオクで。あ、そういう楽しみ方もできる。売ってる人がいます。これはでもこのぐらいのやれてても十分ですよね。これぐらいのやれとかちょうどいい感じ、ね、ちょうどいいんですか、はい、これあれですか、小木さん、走りはどうなんですか。普通です。普通の 550cc の、この頃は 550cc 660じゃないんだね、はい、まだあのボディサイズも K の昔のサイズだから、上り坂登るときは下から助走つけていかないと登りきれない、うん、ああそうかそう。さあ、そしてちょっとね、中見てください。だから中なんかさ、ちょっとゴルフっぽいよね。ゴルフっぽいですね。ね、ゴルフっぽいんですよ。多分もしかしたらそういうところがインスパイアされてるのかもわかんないし。うわ、楽しいな。あのね、今の K とは全く違ってですね、大きさが違うから乗ってて本当にいい感じなんだよね。普段乗ってないんで、もしかしてエンジンかかんないかもわかんないんですけど、やってみたいと思います。お、かかった。かかったね。日本一周してみたいな。だこれ昔いたんだよね、こういうなんかさ、やれた車で行くの。まあただこれも無理かな。だかお兄さんと一緒に行けばいいんだよね。直してくれるんでしょ。だからね、これ買う人はお兄さん付きです。お兄さんが漏れなくついてきますので、分かんないことがあったら。でもね、このね、MAJ コレクションのね、石丸ブラザスはね、長く付き合った方がいいですよ。だから本当にいい兄弟なんで、ここで買うとですね、失敗はないね、というふうに私は思っております。でもこれちょっとエンジン見せてもらえますか、はい、意外と綺麗じゃないですか。意外と綺麗ですね。え、これっていつ頃からこのお店にあるんですか。1年経ってないかな。でも1年もいるんだ。隠し持ってたんですよね。何それ隠すって。バックヤードに隠し持ってたんですけど、うん、見つかっちゃって、それで仕方なく店の前に持ってきた感じです。ね、弟さんに負けてるじゃん。はい、一応隠し持ってる車結構あるんですけど、あと何まだいっぱい持ってるんですけど、ちょっと行ってみて。古い71のマーク2ですとか、あとは130クラウン、ちょっと珍しいところでカペラカーゴ7人乗り、カペラ後ろ向きに座れる7人乗りのやつだったんで、うん、あ、これは面白いと思って、うん、隠し持ってます。あららら、もうお兄さん絶対友達いなそうですよね。後ろ向きのカペラカーゴってね、俺生まれて初めて聞きましたよ。見てみたい。サードシートが逆に後ろ向き、ね、あれと一緒だよね。あのよくあるスバルとか、そうそう、昔のベンツのいいとかね、はい、あったんですよ。今はありえないんですけども、ね、子供とかね、あれ子供が喜ぶ。その話はこっち置いといて、今日これなんですけども、じゃこれはいいですね。冬と夏でこのエアクリーナーを、これのレバーで、いや、こんな、あ、こっちは冬、漢字で書いてありますよ。エアクリーナー、そう、純正で、僕が書いたわけじゃないです。なんか嬉しくなっちゃうね、これ。なんかこれ持ってると車好きって一発わかるじゃない。こういうのね、なんか乗ってほしいよね。まあそうですね、足に手軽に。結婚してんの？してません。2回しました。ああ。なんかそんな素敵な予感はしたんですよ。野菜ちょっと買い物行ってくるって言ったっきり。2番目の嫁は帰ってこなかった。帰ってきませんでしたか？一番最初は、うん、横浜市は母子家庭に優しいから、うん、あなた出てってくださいと。うん、出てけと、うん、車を置いてけと、寝泊まりするとこがないじゃないかというか、うんうん、車だけは許してもらって当時。なんかさ、自分の中にさ思い当たる節はないんですよ。でもさ、野菜買いに行くって奥さんの洋服とかいろいろあるじゃない。はい、それは後からちょっと気がつくと、なんか少しずつ減ってたんですよね。今考えるといい人なんです。あのね、石丸アリーはこれでね、いい人ってことが分かりました。いや、逆に言うと、うん、2回も結婚できてますからね、僕。そうだよね。今彼女は募集中です。募集中、はい、あの今だったらね、来てくれたらバイキンボーイがつきますから。なんかね、そんなこと聞くと、このマイティーボーイがね、後ろのロンドンタクシーやめようかな。あそこにあるのこのツインゴ、これね、スズキですよね。スズキのツインゴって意外となんか、あ、生産中止になる前まで人気なかったわけ。なんか甘ったるくて、ちょっと不良っぽくしたことによって、でまた今時の色にすると急にかっこよくなって、ホイールも黒にしてるんですけども、
いやこれもね、今日あんまり紹介できないんですけども、これもね、お店来てください。ヘントコリンの車、これ全部お兄さんが2回離婚した、これがですね、効果的に作用してるんですね。このかっこいいですね、マイティーボーイ、はい、これおいくらで今考えてないんですけど。そうなん、値段考えてないんだよ。グッチョース、ありがとうございます。2年車検取って2年車検取って丸々取って、うん、裏にしようかな。39万円。39万。もう一声、いや49万って言おうと思ったんですけど。あ、そういうことなんだ。はい、安くして39万。39万円。いっぱい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 。2年車検取って。あ、そっか、まあそっか、もちろん点検整備もします。あ、そうだよね、はい、だから車両本体価格は約30万円ぐらい。30万ぐらい。あ、そういうこと、はい、じゃあいいか。いいですね、39万円だったら僕これいいなと思うんですけどね。なるほど。欲しいところで50万って言っちゃうとちょっと高いんですけど。なるほど。僕のちょっと正直言って値引きのね価格が分かんないんですよ。というのあんまり見たことないから。39万円だったら買った人は得した気分になれる。なるね。あらさ、ということでね、この車39万円乗り出し OK。 いいですか。いや、あの前に値段決めた時に50万前後だなって話してたんですよ。うん、いや、そんなことない。いや、50万だったらちょっと高いかなと思ってちゃんと計算してる計算してる、大丈夫。もうじゃあ値引きができない。値引き、これもうね、値引きです。もうね、乗り出し39万円、2年車検、はい、整備はバッチリですYouTube 見た人だけでいいですね。でもうだったらついでにこれもちょっと紹介しましょう。これかっこいいよね。うちのツイン、ツインですね、日本の車ですね、はいはい、で 660cc の、 あの K6A ってあのエブリィとか配達に使ってる車あるじゃないですか、はい、あれのエンジンが乗ってるんで、うん、めちゃくちゃこう丈夫なエンジン、所有者にも使ってるエンジン強いんですね、うん、綺麗。シートカバーつけて、で普通これナビがこの 2D って大きいナビが入んないんですけど、はい、これもぶった切って、うん、自分で作って、はい、これは後からつけたの。これも純正のオプションだったんですよ、はい、でフロントリップも純正のオプションだったんですけど、うん、これがもうまずなくて、うん、この仕様があんまりないんですよね。ああ、これなんかすごく良くない。これね、本当にダメだな見た車、見た車、みんな好きになっちゃった綺麗。今時だから普通にね、はい、奥さんとかも乗れるし。これ走行距離どのくらいですか。7万くらいだったと思うんですけど。十分じゃないですか、はい、これ何年もいいんですか。平成16年とかだったと思うんですけど、はい、16年前、はい、これあれもついてますね。 ITC もついてます。 ITC もついてます、うん、全然今じゃないですか。中も綺麗だし雰囲気いいし。でこんなの街走ってるのかっこいいよ。これは金属的なものはなかったのね。あのスモークキャンディーペイントって言って、うん、こうちょっとこうスモークかかったやつ、ね、はい、これなんですか。これがあのローダウンスプリングでちょっと硬いスプリングが入ってるんです、うん、これを、はい、これをあのサスペンションのところにつけて、うん、でローダウンしてるんです。あ、じゃあ元に戻すことができるってこと。もちろんです。あ、これね、はい、これ見てもう全然使ってない。ほら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 、綺麗、めちゃ綺麗。フラットにこうパターンとなるんで、あら、ちょっと長いものとか、うん、だから一人旅だったらね、車中泊で、車中泊これだったらこの中で2週間泊まれるね。女の子だったら全然車中泊できそうですよね。本当だよね。さあ、これもね、これはおいくらぐらいなんですか。これ今あのカーセンサーに出してるんですけど、うん、66万円。66万円、はい、車検もついて、うん、整備点検もして、うん、っていう感じですね。はい、カーセンサーってすごくちゃんとした雑誌で、お店もそれぞれのお店もですね、あんまり駆け引きしないでカーセンサーで出した値段が意外とベスト値段ですよね。そうですね、まあ、66万円これ乗り出しデートね。そうですね、車検2年付きで、はい、66万円なんですが、今一声これ YouTube 見たで、うん、60万円。限界プライス、限界プライス限界プライス好きな皆さんです。さあ、そんなわけですね、60万円、皆さんよろしくお願いします。ペリー等のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。